グリンブルク王国を取り戻したロランとウォルホート家。しかし安堵する間もなく、彼らの前に新たな問題が次々と立ちはだかる。ウォルホート家先代当主シモンの死とセレノアの出生にまつわる秘密。王党派貴族を処罰し、理想と現実の違いを思い知った新王ロランの苦悩。そしてフレデリカの母オルレアの手記によって明らかになったノゼリアの地下に眠る岩塩の存在とローゼル族の真実の歴史。どれも簡単には答えの出せない難問ばかりだった。そんな時、エスフロストの残党がノゼリア新鉱山に結集しているとの報が入る。まずは新鉱山のエスフロスト軍を駆逐しなければならない。セレノアたちはそれぞれの葛藤を封じ込めてノゼリア新鉱山へと出発した。エスフロストの残党がノゼリア新鉱山に潜んでいる。いや、鉱山を死守するために踏みとどまっていると見るべきか。おそらく後者だろう。グスタドルフは新鉱山でドラガン殿が殺されたことをグリンブルク侵攻の口実にした。だが一方でどうしてもあの鉱山を我が物にしたかったのだと俺は見る。はい、グリンブルクを制圧した後、エスフロストは新鉱山で盛んに採掘を続けていた。そして大量に掘り出されたものは全てエスフロストへ運び出されたそうです。掘り出したものとは鉄鉱石ですか？そのはずですが、事実は分かりません。採掘と輸送にはエスフロストでも限られたものしか関わることを許されなかったそうです。妙だな。確かに新鉱山の鉄鉱石は質も量も優れていたが。ええ、エスフロストには他にもいくつもの鉄鉱山がある。新鉱山にそこまでこだわる理由はないはずよ。特別な理由があるのかもしれんな。母様が書き残したことが本当に。ノゼリア新鉱山の様子を見てきました。すでに採掘や輸送に関わる者たちの姿はありませんでした。敵兵の数は多くはないようですが、行動の中で何かをしているため実態は不明です。分かった、偵察ご苦労。聞いての通り、エスフロスト軍は鉱山で何らかの作戦を遂行している。奴らの真意は分からないが、これ以上好きにさせるわけにはいかん。はい、新鉱山を取り戻しましょう。そうすれば真実はおのずと明らかになる。グリンブルクは断交宣言を撤回し、我が国との交流と取引を再開しました。ロランドのは見事約束を果たしましたな。しかも王との戦いでは我が軍にほとんど被害を出さずに、エスフロストに大きな損失を与えた。申し分のない結果だ。我々が与えた魔力結晶エルフリックあってこその戦果ではあります。しかし勝利をつかみ取ったのは
セレノア殿率いるウォルフォード家の実力です。珍しいですね、エグスアム殿がそこまで褒めるとは。事実を言ったので。セレノア殿、私も同じ意見です。七星人である以上、我らの元に取り込むべきでしょう。もちろんそのつもりです。教皇もセレノア殿には期待をされている。彼を完全に取り込めばウォルフォート領もハイサンドのものになることですしね。ロラン殿が手放す前、簡単にはいかないと思いますが。でしょうね。しかしロラン殿には大きな貸しがある。さらにグリンブルクの復興を支援しましょう。ロラン殿がイナと言えなくなるほど手厚くね。さすがイドウ殿だ。グリンブルクごと傘下に収めるおつもりか。女神の教えと慈悲を広めるだけですよ。もちろんいずれはエスフロストにもノゼリアにあまねく女神の加護があるように。それが潮の女神、そして我らが教皇の願いなのですから。にはこれで全部か。はい、ノゼリア新鉱山からの運び出しは一旦これで切り上げです。今頃新鉱山に残った兵たちが仕上げの作戦を行っているはずです。わしは何も知らされておらん。お前たちが何を運んでいるのかさえな。それは全てグスタドルフ総帥のご指示で。分かっておる。そう怯えるな。聞いているだろうが、わしは総帥から召喚を受けた。この要塞での任務もおそらく最後だ。最後の客としてキコーラをねぎらいたい。受けてくれる？気持ちはありがたいのですが、急ぐよう総帥に言われておりますゆえ。スバローグのもてなしなど受けるんだ。それもグスタドルフの命令か。いえ、そのような命令は決して。ではお言葉に甘えさせていただきます。ご案内します。どうぞこちらへ。これほど大量に運び込んだものが本当に鉄鉱石かどうか。新鉱山からの積みに改めさせてもらうぞ。残っていたのはこいつらだけか。そんなはずはありません。偵察した時にはもっと多くの兵がいました。以前に来た時より採掘が進んでいますね。敵はもっと奥にいるのでは。おそらくそうでしょう。しかし問題はこの複雑な地形だ。うん、どこから奇襲を受けるかわからない。セレノア様、まず付近の行動をよく調べてから進むべきです。
わかった。気配を消して周囲を探ろう。Thank you.
ベネディクト、あちこちに置かれているのは爆裂岩だな。はい、ドラガン殿が作った岩盤を砕く道具です。魔力結晶ほど破壊力はありませんが、扱いがたやすく、同時に爆発させることで威力を調整できるそうです。物騒だな。若、目についたものは回収しておきます。ああ、そうしてくれ。爆裂岩があることに不思議はない。だが、置かれていた場所がおかしくはないか。そうですよね。危険なものだからきちんと保管しないといけないはず。仕掛けるとしても本来は坑道の奥で使うものですよね。なのに坑道全体に配置されていた。これでもし連鎖して爆発すれば坑道全体が崩れ落ちるでしょう。やはり意図的なものか。仕掛けたのは侵入者発見、迎え撃て。エスフロスト軍。ついこの間まではここも戦場だったんですね。今日はこうして慰問に来たのだ。援助の手を惜しまず差し伸べよう。まさかこんな大きな戦争が起きてしまうなんて。世界が平和だった頃の僕はただ世界一の鍛冶屋になりたいとだけ思っていました。そして最高の武器を作りたいと、それだけを考えて鍛錬を重ねてきました。でも最高の武器とは一体何なのか。最近はそんなことを考えるようになって。それでその答えは出たのか。それは。よし、何をして遊ぼうか。イエス、すまないな。先に戻っていてくれ。早く、こっちこっち。セレノー様、先ほどの答え見つかったかもしれません。勇気と優しさを合わせ持ち、子供たちを笑顔にするその心、どんなに叩かれても打ち砕かれない不屈の精神、それこそが何者にも折ることができない最強にして最高の武器。この戦争を終わらせられるのは最高の武器を持つあなたです。お兄ちゃんも遊ぼうよ。よしよし、今行くよ。すっかり遅くなってしまいましたね。久方ぶりの偵察任務、想定よりも時間がかかってしまった。こうして異国の空を飛ぶのもなかなかに得難い経験でした。フラナガン殿、あれは。お金なら渡します。どうか命だけは。ああ、
金はもらうぞ。だがあいにく顔を見た者は殺すことにしてるんだ。あなた！俺が盾になる。その隙にお前だけでも逃げろ。助けるぞ。遅れるな、ヒューエット。はい。そこまでだ。もっと軍人さんが何か言うかい。その盾は血塗られた盾のフラナガンか。広告をお払い箱になったふぬけと聞いたが、その盾は売れば高値がつきそうだ。こんなものが欲しければやる。その代わりこの二人には手を出すな。じゃあありがたくもらうぜ。金も盾も命も全部な。やれ。バカな、たった二人に負けるなんて。ありがとうございます。なんとお礼をすればよいか。礼など不要。怪我はないか。ありがとうございます。おかげさまで三人とも無事です。三人？その妻のお腹の中にもう一人。そうか、それは何よりだ。名前を。この子が男の子だったら命の恩人のあなたの名前をつけたいと思います。いや、名乗るほどのものでは。この方はフラナガン、誇り高き軍人ですよ。フラナガン、強そうな良い名前です。感謝いたします。フラナガン様、あなたはまさに命を守る盾ですね。命を守る盾。良い二つ名ではないですか。よせ、俺の盾はそのような尊いものでは。二つ名は自分が決めるものではなく、周りが自然と呼び始めるものです。そうでしょう。命を守る盾、フラナガン殿。ならばその名に恥じぬ生き方をせねばなるまいな。俺と同じ名を持つかもしれない新しい命のためにも。エスフロストの狙いが新鉱山の封鎖だったとは。奥に行かせるわけにはいかん。皆殺しにしろ。しかし隊長、こいつらはオルフォート家です。分かっている。簡単に勝てる相手ではない。だがこちらには爆裂眼がある。我らの命を使えば負けはしない。全てはエスクロストのため、ハイサンドの支配を終わらせるためだ。我らもろとも鉱山を封鎖する。全員覚悟を決めろ。まさかこいつら自分たちごと行動を吹き飛ばすつもりなのか。
承知しました。よいな。我らに与えられた命令はこの鉱山を封鎖することだ。命に代えても奴らを生きて返すな。鉱山もろとも爆裂岩で吹き飛ばしてやれ。爆裂岩を使われてはひとたまりもない。敵は決死の覚悟で来る。侮るなよ。ご命令を。
どこへ飛びましょうか。視界を奪えば。よし、他の者も続け。爆裂ガンを使って鉱山を封鎖するんだ。まずい、早くあの爆裂ガンを止めるんだ。負けられない。はあ、やった。やるか。しばらく寝てな。勝利への糸口は。焦りは禁物。仕事の時間です。行きます。上がってこい。どこからでも来い。いざ。私のできることを。この木を生かしてください。よし、行きます。出番だな。終わらせましょう。耐えられるか。耐えられるか。手応えあり。行きます。終わりです。一丁やるか。飛んでけ。どう攻めるか。勝利のために。
やあ、おい、くな。頑張ります。発射します。腕が鳴るぜ。私のできることなんてことありません。学んだ力、今こそ。勝つぞ。一丁やるか。ウォルホートの名にかけて。終わらせましょう。仕留めます。狙いを定めて。情けは禁物です。息をつかねば。よし、おい、行くぞ。俺が相手だ。とどめだ。戦いか。よっこいしょっと。私のできることを。回復します。助かった。学んだ力、今こそ。私の魔法俺なら勝てます。俺は負けん。いける。今にも爆発しそうだ。みんな急げ。爆どこから攻めるか。
ご命令を。国のため、故郷で待つ家族のためだ。この任務、必ず成功させなければ。増援か。みんな、気を緩めるな。さてと。見せねば。狙いを今だ。行ける。何？どう攻めるか。頑張ります。それは俺が相手だ。押し通るぞ。行きますか。終わらせましょう。焼き尽くします。まだいける。もらうぞ。さあ、行こう。さあ、やった。仕事の時間です。苦しみは生きるために。一丁やるか。意地を見せねば。今こそ。情けは禁物です。日和。落ち着いて考えよう。
俺が相手だ。覚悟を見せよ。私のできることを。傷を癒して。ありがたい。仕事の時間です。行きます。出番だな。さあ、行こう。始めようぜ。どこへ飛びましょうか。参ります。影さん、戦いか。あそこまで行けば。積み重ねていきましょう。情けは禁物です。王政に転じます。行きます。出番だな。やるか。ちっと痛えぞ。行きますか。回復します。ありがとうございます。かかってこい。押し通るぞ。さあ、行こう。狙いを定めて。この高さなら。出番だな。
この力を平和のために。しまった。行きます。頑張ります。引っかかってくれよ。勝利への糸口は用はあります。学ばせていただきました。まだ動けます。忍びます。負けられない。天より狙い撃つ。さてと。ちっと痛えぞ。冷静に行きましょう。速さで崩します。いけそうです。かかってこい。覚悟を見せよ。戦場は俺の庭だ。あとは頼んだ。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて誇りを胸に。争いを収めるために。炎よ。いい感じです。理想は叶えてこそです。ウォルホートメ、手強い。ここを封鎖せねば我々に帰る場所はないぞ。また新手だ。みんな爆裂眼を使われる前に排除しろ。落ち着いて考えよう。よっこいしょっと。さあ行こう。最善の手を。守りを固めましょう。始めようぜ。
黙ってろよ。私のできることを。回復します。ありがとうな。この盾が破れるかな。覚悟を見せよ。どこへ飛びましょうか。この距離ならまだ動けます。いただきます。いただきます。行きます。私の魔法で。当たるかよ。戦いか。これならどうだろう。どこから攻めるか。終わりだ。ウォルホート家の当主として一丁やるか。行け。どう攻めるか。冷静に行きましょう。傷を癒し、感謝いたします。俺が相手だ。どけ。仕留めます。ご命令を。片付けます。この高さなら無駄です。学んだ力、今こそ。私の魔法で。やりやがったな。負けられない。終わりだ。やるか。飛んでけ。戦いか。まだ負けていません。
油断しましたね。行きますか。これで傷を。助かりました。この盾が破れるかな。どけ。仕事の時間です。押し切れそうです。耐えられ効果的ですね。制してみせましょう。これでどうだ。終わらせましょう。皆さんのために。負ける気がしねえ。いざ。慎重に。使うぞ。やるか。使うか。回復はお任せを。これで傷を。すまない。成長を感じます。勝利への糸口は。行きます。参ります。いただきます。制してみせましょう。狙いを定めて。腕が鳴るぜ。終わらせましょう。貢献してみせます。参ります。肩を続けます。正しいと思える世のために。よし、エスフロスト兵は全て排除した。これで新鉱山は取り戻した。しかしなぜそこまで。エスフロストは必死に。危ないところだった。まさか自分たちごと行動を爆破しようとするとは。今のエスフロスト兵たちの行動は異常です。自爆などすれば守るべき拠点すら壊れてしまう。こんな作戦はありえません。ありえないことをエスフロストは行った。そうまでして渡したくないものがあるのだろう。
この行動の奥に。奥に行ってみよう。これは鉄鉱石じゃない。塩だ。いや、岩塩だ。ノゼリアの地の底には岩と化した塩が眠っている。母様が書き残したローゼル族の伝承は本当だった。ノゼリア新鉱山は岩塩の鉱脈。岩塩。これでエスフロストがハイサンドと断交できた説明もつく。ええ、掘り出した岩塩があればハイサンドから塩を得なくても戦えるものね。でもグスタドルフはいつこの事実を知ったのでしょうか。新鉱山の責任者はドラガン殿だった。しかしドラガン殿は突然エスフロスト兵に襲撃され暗殺されてしまった。グスタドルフはそれをグリンブルクの仕業として信仰し、新鉱山を手に入れた。これらを考え合わせれば、おそらく岩塩を発見したのはドラガン殿。しかしグスタドルフとドラガン殿の間で岩塩の扱いをめぐって対立があったのでしょう。だからグスタドルフは岩塩を我が物にするためにドラガンを殺し、グリンブルクごと鉱山を制圧した。そういうことか。この鉱山を奪い返したのは正解でしたな。すでにかなりの量の岩塩をエスフロスト本国に運び出したようですが、それもいいぞ。ああ、ここさえ守り抜けばエスフロストを確実に屈服させることができるだろう。しかしエスフロストが別の岩塩鉱床を発掘する可能性もあるのでは。ローゼル族の伝承によればその可能性は否定できません。しかしノゼリア新鉱山は3つの国が協力してようやく開けたのです。岩塩が同じような場所にあるならエスフロストだけでは簡単に採掘はできないでしょう。ならば奴らが新たな岩塩を見つける前に攻め込んで叩くまでだ。ことはエスフロストだけの問題ではありません。岩塩の存在はハイサンドの根幹をも揺るがします。ええ、ハイサンドの力の源である塩湖と女神の権威、その二つが崩れるでしょうね。ローゼル族の伝承が真実だということも証明できます。真実を明らかにすれば塩湖のローゼル族を解放することだって。つまり我々はノゼリアの未来を左右する力を手に入れたということだな。これからどうするべきか慎重に話し合う必要があります。そうだな、一旦オートに戻ろう。ヒューエット、オートに伝令を出し、この周囲に王国軍を配置させろ。誰一人新鉱山に近づけさせるな。はい。おじいさんが探していたのはこれだったのね。新鉱山の封鎖作戦は失敗したか。オルホーテ家が邪魔をしたようです。すでにグリンブルク軍が鉱山周辺を固めています。奪還は難しいかと。岩塩に気づかれたな、ウォルホーテ。余計なこと。分かった、我が軍の集結を急がせろ。はっ。
ようやく召喚に応じたか、スバローグ。密かに大金法を作っていたことは言い訳しない。好きに処罰するがいい。できるものならだ。ずいぶん強気だな。ノゼリア新鉱山からの積み荷を見たぞ。岩塩に気づいたか。はけ、グスタドル。お前は何を企んでいる。手に入れた岩塩を使ってハイサンドを倒す。わずかな塩による支配を終わらせ、全ての民が自由に暮らせるノゼリアを作るのだ。貴様の言う自由とは、強き者が弱き者を喰らう世ではないのか。否定はしない。だが、少なくとも得体の知れぬ女神に支配されて生きるよりは人間らしいだろう。人には己が力を試し戦う自由がある。今お自由が私に対しているようにな。岩塩の存在をいつ知った。可能性は随分前から大書院の古い記録を読んだのだ。太古の知識も捨てたものではない。ドラガンも大書院で学んで爆裂岩を完成させたのだろう。そのドラガンを殺したのはお前だな。言いがかりはやめてもらおう。言いがかりなものか。ノゼリア新鉱山を指揮していたのはドラガンだ。先に岩塩に気づいたのはドラガンのはず。貴様はそれを我が物にするためにドラガンを襲い殺したのだ。のみならずその死を利用してグリンブルクを攻めた。違うか。たくましい想像力だが間違っている。叔父上、あなたの息子は実に野心家だった。どういう意味だ。認めよう。確かに岩塩を発見したのはドラガンだ。だがそれを私に伝えたのは他でもないドラガン自身なのだ。岩塩を渡す代わりに自分をエスフロストの宰相にしろと。それだけではない。あの男は同時にグリンブルクとも交渉していた。大臣の座を用意すれば岩塩を渡すとな。ドラガンは何を言う。男は許さんぞ。ドラガンの野心の強さは貴様が一番知っているはずだ。叔父上、今は身内で争っている場合ではない。岩塩の存在はグリンブルクに知られた。アイサンドが気づくのも時間の問題だろう。奴らの動きに対抗せねばならん。わしにどうしろと。大金法の仕上げに手間取っている。あれを完成させてもらいたい。さすれば最小の地位を与えよう。亡き息子の望みを叔父上が叶えるのだ。分かった。急げ。間もなく戦争が始まる。生き残った者がノゼリアの覇者となる最後の戦争だ。